1890年代製のダッチオーブン。蓋まで灰に覆われているダッチオーブンは分厚い金属製の蓋付き鍋のうち蓋に炭火を乗せられるようにしたものの名称である。アメリカ合衆国の西部開拓時代などで使用されていたものが有名であるが近年ではキャンプなどレジャーでの用途に使われることが多い。中鉄製のものが一般的だがアルミニウム合金や広範製。 ステンレスのものもある。ロッジ社ヤマゼン、キャプテンスタック、ユニフレーム、外等様々なメーカーから多様な商品が販売されている。ダッチオーブンでチリコンカーンを煮る、カウボーイアメリカ合衆国で伝統的に用いられている蓋は全体的に平らなデザインで、周囲に縁取りがありがいの上にも炭などの熱源を置くことができ。 オーブンと同じように上下から同時に加熱することができる。このようなデザインは炭火を利用したローストチキンやピザ、パンなどの調理に適している。また、蓋をフライパンのように用いることも不可能ではない。オーストラリアではキャンプオーブン、フランスではココットと呼ばれている。南アフリカ共和国のポティやバルカン半島のサッチもほぼ同じ構造である。 これ以外にも、日本の南部鉄器など、ダッチオーブンに似た、中鉄製の深鍋は存在するが、ほとんどの場合、これらの地域において、中鉄製の深鍋は、煮込み料理にのみ用いられる。ダッチオーブンと呼ばれるものは本来、蓋に置かれた炭火を利用したオーブンとしても使える、点に特徴を持つ。この形状は、北アメリカの、いわゆる、西部開拓の時期にはすでに存在していたとされる。 この点について詳しく解説すると、ダッチオーブンとはその名称の通り、オーブンとしても使用されるものなのであり、その形状は、そのような使用法のために進化してきたものなのである。オーブンとして使用しない、中鉄製の深鍋であれば、世界各地に存在している。なお、近年、日本においては工術のスキレットや、コンボクッカーのような製品も、ダッチオーブンと呼ばれることがある。 キッチンオーブン2種。手前がフレンチオーブン、ダッチオーブンには用途に応じて以下のような種類がある。鍋に厚みがあることで温度変化が少なく鍋全体が均一の温度に保たれ食材にじっくりと火が通る。また食材から出た水分による水蒸気が蓋と鍋の隙間を埋めて蓋本来の重さも手伝って密閉状態になる。この状態で温め続けられると 内部の気圧が高くなり圧力鍋と同じ状態になる。さらに、水分が蒸気として逃げないため食材の水分を利用した無水調理がしやすい。ダッチオーブンとして製造販売されている中鉄製の深鍋の愛好者は多くの場合、シーズニングと呼ばれる独特の作業を行う。これは意図的に鍋に黒サビを発生させることで鍋の腐食を防止する技術である。 他地域の中鉄製の深鍋の使用者は、こうした作業を行わない。通常、中鉄の鍋というのは製造直後の新品状態では、鈍い銀色である。シーズニングによって黒サビが発生した、ダッチオーブンの中でも、長年の使用によって重厚な黒サビが付着しているものは、ブラックポットと呼ばれ、美的干渉の対象になることがある。また、製造。 販売老にせのロッジが2003年から最初からプレシーズニング処理を施し、初めから黒いダッチオーブンの販売を開始。これは購入者の初期シーズニングの手間を大幅に省くものであり、2002年には4%であった、同社市場シェアが2017年時点で15%までにも拡大した。これ以降、他社もプレシーズニング済み製品を販売するようになり、 2020年時点では逆に未シーズニングのものは店頭でほとんど見られなくなった。シーズニングの一般的な手順を以下に示す。錆止めオイルを洗剤を使って丁寧に洗い落とししっかりと乾燥させる鍋と蓋に食用の植物油を薄く塗り30分から60分ほど火にかけて熱し自然冷却させる。鉄臭さを取るため鍋に ネギや生姜などの香りの強い野菜くずを入れて炒める。洗剤や金属たわしは使用せずに、スポンジや亀のこたわし等で洗い、火にかけてから焼きして乾燥させる。ダッチオーブンはその長い歴史と機能性、中鉄の脆さ、黒サビの皮膜を常に維持する必要があるなどの特徴性から、現在の通常の鍋とはやや違う手入れが必要であり、製造各社、販売店は、 製品添付及び HP 等で必ず手順を記載している。調理後は基本的には洗剤や金属たわしを使わずに洗い、火にかけてよく乾燥させる。この状態からさらに植物油を薄く塗布するものもいるが、数日以内に再使用するような場合は不要である。焦げ付きがひどい場合には、そのまま火にかけ続けて完全に炭化させてヘラなどでこそげ落とす。 毎日のように使う鍋であれば、金属たわしでかき落としてから、さっとから焼きして再び黒サビをつけてやるだけでもよい。よく誤解されるところであるが、きちんと黒サビがついた鉄鍋は洗剤をつけた程度では、コンディションは変化しない。そもそも黒サビとは、強靭な酸化鉄の被膜であり、洗剤とは、海面活性剤である。海面活性剤は酸化鉄の被膜のさらに表面に、 残った油脂を洗い流しはするが、四酸化三鉄皮膜を犯すものではない。鉄鍋は、基本的に四酸化三鉄皮膜によって保護されているのであって、表面に残留した油脂分によってではない。もちろん年に数回しか使用しないような場合、油を引くに越したことはないが、頻繁に使用する場合は黒サビの皮膜だけで十分で、ある。年に数回のキャンプにしか使わない場合には、 前述の通り植物油を薄く塗布してから、鍋の中に新聞紙などを入れて内部に湿気がこもらないようにして、風通しの良い場所に保管する。再使用する際には、洗剤とスポンジあるいは亀のこたわしを用いて、表面の油脂分を洗い流す。長期間鍋の表面にあった油は酸化して、しまっており、生体に害をなす。また、皮膜以前に、中鉄製のものは、 落下や衝撃に弱く注意が必要である。ダッチオーブン、オランダ人のオーブンという語源には諸説あるが定かではない。主なものには、オランダ系移民が売り歩いていた鍋であったとする説、ダッチと呼ばれた人物が発明したとする説、オランダの鋳造技術を利用したためとする説などがある。また、イギリス人は、モドキの品物をダッチと呼ぶ習慣があるため、 本物のオーブンではないがオーブンとして使える鍋をオーブンもどきすなわちダチオーブンと呼んだという説もある。ありがとうございます。